皆様こんにちは、ストリートファイター5の実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょうというところでですね、現在の LP は3581となっております。現在やっている企画としましては LP4000 を目指して相手の方が使っているキャラクターを使わせていただいて、少しずつランクマッチを進めていこうというものになっているわけなんですけれどもですね、まあだいたい5日から6日ぐらいやりましたか、それぐらいでですね、だいたい 50LP ぐらい増えましたかね。いや、むしろ初期より減ってるまであるんですけれども、まあ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 、1日10ポイント3日で30ポイント100日で1000ポイント、それぐらい上がればいいのかなというふうに思っております。つまり無限にやっていれば LP3 万になるという話でしょうかね。というわけで今回も前回に引き続いてネカリを使っていこうかなというところでございます。前回ネカリ多かったですね。なんかそれまでパッタリと見なかったキャラが動画内でいきなり被るのはちょっとやめてほしいですよね。なんか、まあ、今流行ってるってことなのかもしれませんけども、まあ、それにしても突然ですよね。何なんでしょうね、このマッチングを司る、まあ、スト5シーンっていう方がね、多分いらっしゃると思うんですよ。ぜひね、そういう方にねお話を伺ってみたいのかなと思うんですが、大丈夫、いや危なかった、ネットワーク待ち受けをしてないなってすぐに気づきました。やっぱりここら辺ベテランファイターですよね。まあここのところはね、そういったミスもちらほらありつつの、まあ、そこらも踏まえてゲーム実況なのかなと。うわー、こっちの方がねぶっちゃけかっこいいですよね。 V トリガー中のクリティカルアーツは、はーい、あー見えなかった、はーい、はーい、はーいって感じですもんね。なんかそれよりはブシャ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 の方がいいですね。ブシャ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 ってなんかあのあれですよね、金太郎ってキャラいたじゃないですか、それのお父さんがこんな笑い方してましたよね。あ、ザ・桃太郎の話なんですけど、坂田ザ・ゴージャス金時でしたっけ、ちょっと名前忘れちゃったな。あ、久しぶり見ました、オマバル、なんだこの LP、てか前に動画で出てきたことある方ですね。これダメだろう。まあでも19ウィンとかしてますし 100% 勝てないんですけれども、これはもう自分の動きを見てもらうっていうよりは対戦相手の方の動きを見て、皆様トップクラスのバルログっていうのはこういうものだっていうふうに知っていただきたいですね。当てるだけ技当てていきたいですね。こっちができる限りいい動きをしないと相手の方の動きを引き出せませんからね。まあですよね。これ強すぎでしょどうすんだろうこれまあでもバルログ、いやでもこれ勉強にもならないな、何やられてるかわからないものの、どうすんだろうこれ、フル技がわかんないな。打つしかない、きつ、これ一体どなたなんでしょうね、かなりうまいやろ。ラウンド取れた、ん、なんだろう、ちょっと集中はしてましたけど、なぜかラウンドが取れましたね、ありがとう幸せ。まあなんかいろいろ試してらっしゃったんでしょうね。あー、いきなり引き殺しに来た、撃つしかない、減りすぎ、もう撃たないです、あれガードさせて、ちょ待って、ピヨルピヨルやばい、変な笑い出ました。これね、見てください、バルフで意外に火力があるんですよ。確定でした、今起き上がりに弱パンチキャンセル V トリガーやろうとしたら投げつかり出てましたよね。それはいけませんね。まあでもラウンド取れたの良かったですね。相手の方が何かを試してらっしゃったのかもしれませんけれども、それによって相手の方に火がついた。
それによってバルログの動きはこういうものなんだっていう風にお見せできただけでも、まあ、収穫なのかなという形でございます。これ強いです。強いっていうか強いなんてもんじゃなかったですね、これバルログ。まあバルログでもちょっと好きなんでね、次頑張ってみたいと思います。さあ次の方のキャラクターは何でしょうか。ハラハラ、まあ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 、ワン動画にワン流ですからね。ワン流、ここはしっかりと切り裂いていきましょう。バルグはですね、まあ、このキャラもですね、人によって強い弱いが分かれているキャラなんですけれどもですね、個人的には結構強いと思ってますね。結構強い、トップにはなれないけど結構強い、大会で優勝することも不可能ではないかなというふうに思ってます。ただやっぱ苦手キャラは苦手ですよね。波動、波動、波動拳、波動拳、波動拳、波動、なぜか攻撃がなんじゃい、た、立ち巻き、なんでやねん、いきなり思わず関西弁になる竜巻でございます。バックドロップ、空中バックドロップ、上りジャンプ大パンチ、なんだなんだなんだこれ、すごいラッシャーすぎる、やべー、昇竜じゃないんかそこは、やばい、ダメだ、ラッシャーに弱いとあれほど生きている。やっちまった、なんでや何が見えたんですか相手の方。ちょっとね、今日の自分は久しぶりにこれ関西人の頃を思い出してますね。はい、まあ、行ったことしかないんですけど、よし、おね、上りジャンプ攻撃が深すぎるちょっと、ちょっと強い、あ、いてててこれ減る、切り裂く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 、バックバック、やばい、どうした、これコンボが分かりません、すみません、いた、おい、なんだやばい、いやでもいいですね、やっぱりこうやって格ゲーっていうのはあのプレイヤーによって色があるべきだと思いますから。これどうすんだ、うわー、凄まじい、ちょっと待ってください、これ昇竜拳ガードしたのコンボしっかり覚えとかないとあんまりいいこともないような気がしますけど、まあいいか、大キック指導でいいですね。よし、おー、やべ、やっ、あてっ、ちょっ、繋がってるんですけど、いやー怖い、やべえこれ、やべえ、当たれ、とりあえずワンコンボ入れて、ビヤーからの、やべえこっち来た、これは致命傷かもしれん、もうねガードしようとしたらダメですね、攻め方ないと、あぶねえ、いや今ですね、中段をガードされた時にヒヤッとして、あっとも言えなかったです。生唾を飲むとはね、このことでしょうかね。背筋に一筋の冷たい汗がキャッってきましたね。でその後もううってなって、あってなってゲイってなりましたね。はい、次は竜を使っていきましょう。ありがとうございます。イクジェイイクジェイイクジェイジェイって結局何だったんでしょうね。お、ナルシムじゃないですか、大丈夫ですよ、練習中ですからね。イクジェイイクジェイイクジェイジェイ、全然、一体あれは何だったんでしょうか、一体自分に何があったんだろうか、あれが若さでしょうかね。確か当時は32、3ですから、まあ若かったってことでしょうね。もう今のこのどっしり構えている36歳セントスではね、まあ全然とかビヤーとか言えませんよ、なかなかね。竜巻ゼミキャン、あ、やべ、あ、ちょっと待って、もしかしたらこの組み合わせきついやつじゃないですか。ごめんなさい、ミスりましたこれ相手の方切れていいやつだ、波動拳、いいですか、あいだ、来い、ワープだろ、熱い、ワープでしょ、竜巻戦、やべ、
やばい、 V ゲージ、あっち V ゲージ見てた。どうした、あはははんだよ。え、今リュウがゲージを得得していたのか。ライト相手の方早いんです、こっちの波動拳はさすがにね。あれでも竜の紫見慣れてくるとちょっとかっこいいですか、なんかちょっと借りた雑巾っぽい色してますよね。させうわいだ、あ、それがうまいんです。カチコン、カチコン、カチコン、勝利。ちょっとパッワープしてくれないかな、大剣やってみたいんですよね。ワープを釣る波動拳、来い、ここ、え、何入れたらいいんですかね、わかりません。ヨーガの神秘は無理。なにー、どっちだ、どっちだ、うめえ、よかった、ありがたや、これ梅原さんだったらさ切り取って動画になるようなプレイでしたよね。え、ちょ、やば、え、や、俺は俺のアセントス、なんで俺は、じゃあ何がいけなかったんだ。何が、いや、な、不安、ちょべー、あ、いや、あ、ファイヤー、やべえ、なんか負けそう、いや、相手の方、このまま絶命してください、やっ、か、飛んでこい、おい、今のワープの失敗やろべ、よかったー、ガシエルボーね。でもね、すごいんですよ、やっぱりストリートファイターという作品はね、なぜかパンチよりも肘とか膝の方が弱攻撃なんですよね。だいたい格闘技でいうと肘とか膝の方がパンチやキックよりも痛いはずなんですけど、なんでかっていうと人体の最も硬いところだからなんですね。だからこう女性の護身術とかでは肘とか膝とかでね、相手の股間とか敬意みたいな感じなんですけど、まあいろいろあるんでしょうね。すいません、ほんとすいません、キャラ変更を忘れてました、ほんとすいません。しかもですね、またダルシムが空いててやばかったですね。これ本来はダルシム対ダルシムになってたはずなんです、ほんとごめんなさい、ほんとごめんなさい。なのでこの1試合はなかったことにして次の試合ダルシムを使います、ほんとすいませんでした。あとですね、最近まあ年を取ったとは言いたくないんですけれども、まあ年を取ったんですね。なので、まあ、脳みそがちょっとこう人よりもトロトロしてきちゃったおかげで、まあなんて言うんでしょうね、記憶飛びますよね。キャラ変更ちゃんとしなくちゃって思った瞬間に次の瞬間、まあリップクリーム探しにフラフラ歩き行って帰ってきたら竜になってますよね。おっち、まずいっすよ。モサの方、この方しっかりしたいですね。前に対戦したことある方ですからね。あの時はこちらが勝てたんですけども、無理、いいですね読み、マジか、安すぎない、おいしい。相手の方 V リパーザルは投げむ敵がない、そういうのも含めて投げは強いんですよ皆様。投げがお嫌いな方もね結構いらっしゃるようですけれども、いろいろあるんです。弱攻撃投げじゃないと V リバーサルに勝てないんですよね。
なんだこれ、変幻自在すぎる。波動よがよが。そんなことある。あ、ちょっと当たりませんと。いい重ね。よが、さすがに。よがち、うー、負けたっち。逃げるっち。熱いっち。あははは、来すぎでしょ、来すぎ。おい、ダルチムの帽子は初めて見ましたけど、どうなっとるんや。今すごかったですね。え、あっち側にスライディングしてたんだ。お腹で滑らせてたんですね。あれ、墓に襲ったのかもしれませんね。投げます、投げません。さすがに。あと剣、怖いですね。ワープだけ怖いんですよね。で、画面下追い込んだら絶対ワープしたくなるはずなんですよ。それが読めないといけないのかなと。怖いですよ。うまい、コパ投げ。サコ、あ、サ、今ですね、ジャンプ中キック、しゃがみ弱パンチ、鎖骨っていうことをしたかったですね。ただね、ダルシム使いの方はやっぱね、スライディングをこする習性があるんです。自分もやっぱりそうなんですけど、それぐらいダルシムの弱のスライディングって、お、なんだ、普段の努力、普段の努力か。あ、普段の努力結構してます。やった、普段の努力ゲットしましたけど、次はちゃんとダルシムでやりますからね。はい、まあ本当にね、スライディングっていうのは強い選択肢ですから、打ちがちなので、もしかしたら鎖骨って選択肢合ってなかったのかもしれないんですけども、まあ、ジャンプ中継が当たってくれてよかったかなというところで、次が4戦目です。このゲームの挑発ってボタン6ボタン同時押しで出せるんですけれども、まあ、なんか昔の挑発っていうのは本当に挑発行為、相手の方オラオラかかってこいよみたいな感じ で今作もそうなんですけれども、今までストリートファイター00じゃないか、ストリートファイター3シリーズとかだとパーソナルアクションっていって効果があったりしたんですよね。なんかそういう感じだともっと面白いのかなっていう気はしますよね。なんかダルシムもせめて攻撃判定があるとか、なんかそういう使い方とかがあると、例えばもうこのゲーム極めちゃったって人がね、さらにパーソナルアクションとか使って次のステージに進めさせるなんてこともあるかもしれませんからね。ごめんね、フィニッシュとかありましたからね。さあ、相手の方はララでございます。いた。近づかせませんよ。近づかれました。投げれてる一本、強すぎる。さすがに逃げろ。怖すぎる。よしよしよし。いや、ちょちょちょ、なんでダルシム待たれてるの、おかしいでしょ。やばい、あっちの電撃が強い。あ、だだ、やべえ、やべえ、怖すぎる。無理、ちょっと無理すぎる。ちょっとあっちの飛び道具が強いんですけど、え、どうしたらいいんだろう。ワープしてみる。怖い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 怖すぎる。甘くはない。怖すぎる。怖すぎる。あ、どうしたどうした。
強すぎる。あだだだ出ない、低服が出ない。出ない、出た出た、やったやっとやっと低空空中テレポが出ました。あのね、ちょっとね、ウルフォードの入力が違うんですよ。だそれがね、ちょっとそれがちょっと厳しいですよね。いやーこれきつい、おいしい、やべえ、あ、そういう仕込みもあるね。どうすんだこれ、無理でしょ、絶対無理だったわ今。あのしゃがみ大キックガツンと当たった時点でですね、あ、すごいですね。でもやっぱりそのララ使ってる方っていうのは絶対誰しもがきついから、ああやって前入れ強パンチ、それがワープされていたら前入れ強パンチ強パンチっていう連携があるんでしょうね。なるほど、セットプレー、そしてこの後ララを使わなくちゃいけないという形ですからね。このセットプレーはね、もし誰しもが来たら試してみたいですね。いやー、ララはちょっとですね、暗雲漂うんですけれどもですね、さあ今回使うキャラクターがララで、次回の第1回のキャラがどうなるのか、もしかしたら地球かもしれませんね。インジアース。しかしね、ララの投げ技っていいですよね。普段投げ技っていうのは、まあ、投げる、相手を叩きつけるとか放り投げるとかっていう感じなの。お、投げ友だ、投げ友ゲットですね。なんですけれども、まあ、ララの投げっていうのはやっぱり柔術ですから決めるんですね。投げるだけじゃなくて決める、まあ、ストライク3ってことですよ。いいですね。しかしザンゲーフ久しぶりに見ましたね。過去使ったこともそんなにないキャラですよね。ララ使ってる時のザンゲーフどうなんだろう。お互いあんまり攻めれなそうな気はしますけれどもね。で投げて逃げます。こうやってザンギー何がきついかっていうと、核反があるようなところでもおいおい弱攻撃しか6のものが入って、まあいいや、やばいぞこの相手の方、やばいやばいやばい、やばいやばい、やべえこれ、うおー、どうするんだ、ワープしてくるザンギエフ、おいおい無理、なんだこれ、出したから、危ない危ない危ない、なんということでしょう、あーハラハラする、よし、なんとかボン、怖いですよ。うぶねー、怖すぎる、さすがに切ってしまう、え、飛んだよね、え、ちょ、チャンスかかんな、え、出してない2回は、やばいっち、さすがに、うーっち、やっね、どうしよう、削りで、ほい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 、よしよしよし、なんとかかき乱せて勝てました、よかった。ちょっとですね、回線の相性が悪かったようですね、相手の方申し訳ございません、しかしなんとか勝ててよかったですというところで、次回は投げ友のザンギフを使って今回のようにラッシュをしていきたいというふうに思っております。ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。